ボタンの花を作ってみましょう。このタイプのボタンの花を作ってみます。まずお花紙の黄色、これはザラザラの方を上にします。この上にボタン色2枚、赤でもいいですよ。これもザラザラの方を上にして3枚をきれいに重ねます。そしたらこれを半分に折って折り目をつけて開きます。でこの折り目のところに合わせて半分に折ります。そしたらこの部分を手前に折ってください。はい、上下反対にして同じことします。折り目に合わせて反対に折り返す。そしたら今度はここの折り目ですね、最初の折り目のところまで持ってきてここに合わせます。で、よいしょ、裏返して黄色と黄色が合うように折るとこれでお山が1、2、3、4つ、ボタン色の方のお山が4つできます。これを半分に折ります。で、ボタン色に見える方から黄色の方に向かってですね、こっちのボタン色の方から切っていきます。丸く切ってもいいのですが、ボタンの花は少し先がギザギザしていますので、できればこんな風にギザギザを少し入れておきましょう。で、ここまでできたらワイヤーを用意します。ワイヤーを2つ折りにして、これよく引っ掛けるところを間違えるんですね。こっちじゃなくてこの黄色い方、黄色い方が上になります。黄色い方にこの輪っかが来るように持って、このお花紙全体をギュッと握ったらこのままキューッと引っ張ります。こんな形になります。で、ここをねじっていきます。よいしょ、ギュッ、 2、3 回ねじったらこれでいいです。伸ばしておきましょう。そしたらね、ここをまず一辺まっすぐに引っ張ってください。で、黄色いところが見えるように開きます。反対側も同じ、黄色いところが見えるように開きます。ギュッとこうギュッと開くとこんな感じになります。そしたら黄色だけ1枚取ってゆっくりね、ゆっくりこう根元までギュッギュッギュッって、よいしょ。でこっちもね、1枚だけ、取りにくい時には指の先に水のりを少しつけて、キュー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 キュッキュッ、
はい、色とボタン色が上下に分かれました。ここの黄色のところを適当にこういくつかに裂いておきます。これがおしべになります。ただもう一度きれいに整えて2センチぐらい残して切っちゃいます。今度は花びらを広げていきます。指の先に糊をつけて牛ですね、牛ピラを整えて、これでボタンの花ができました。最後にこの付け根のところにこんな緑色の余った紙ですね、これをつけていきましょう。軽く貼ります。糊をつけて、これでザクができました。茎を巻くのに使うこの粘着性のあるテープ、これを短めに切ってキュッて伸ばします。でこの付け根のところから指の先を使ってくださいね。指先が器用になってきますよ。頑張れ。くるくるくる。あとで葉っぱがつきますから途中まで巻いておきます。はい、これでボタンの花の部分が完成。これ、花びら二重にしてありますが三重にするとこんな感じでボリュームがアップします。1、2、3、色もね、赤を使ってみました。こんな風にしてボタンの花を作ってみてください。